はい、皆さんこんにちは、トリーです。前回の動画でですね、トゥランブランを買って食べるって動画上げたんですけど、あの時トゥランブラン1個丸々食べたんですけどね、ちょっと動画の中でも言ってたように、1万キロカロリーあるかなりこってりした食べ物で、翌日までやっぱ胃がちょっともたれて苦しかったと。やっぱおじさん、ああいうのはあんまり食っちゃいかんなっていうのをすごい実感したんですよね。これからはちょっとあんまり無茶食いはね、やっぱもう若くないんだからしないようにしなきゃいけないなと、つくづく反省しております。はい、さてさて、今回の動画なんですけど、外アヤムチャンプルナシという食べ物をちょっとご紹介したいと思います。この外アヤムチャンプルナシ、まあサムネイルにも書いてあるんですけど、ちょっとバリ島ではなかなか食べられないよっていう食べ物なんですけど、実は外アヤムという食べ物自体はインドネシアってすごいポピュラーで、そんなに珍しい食べ物じゃないんですよ。で、今回紹介するチャンプルナシって食べ方がちょっと珍しいっていうか、バリではあんまりお目にかかれない食べ方なんです。で、まず説明しますと、外アヤムっていうのは、まあ、普通に言ったらチキンスープなんですね。外っていうのはスープ。アヤムっていうのは鶏チキンなんで、まあ、チキンスープです。チキンスープって言っても、普通の汁だけじゃなくて、中には、ね、鶏肉だとか、野菜だとか、いろんな具が入ってて、ちょっと具沢山の、スープって感じなんですね。で、通常はそれだけ食べる人もいるんですけど、一緒にご飯を頼んで、ご飯と一緒に食べるんです。バリの方は、ご飯はご飯、スープはスープで、オーダーして別々に出てくるんです。これを、ピサーっていう頼み方なんですね。ピサーは分かれるっていう意味なんですけど、セパレート。はい。ご飯はご飯、スープはスープで、スープを食べてご飯食べてって、そういう食べ方するんですね。まあ、人によっては、スープをちょっとご飯にかけて、それでこう食べるみたいな。こういう食べ方がバリでは一般的なんですけど、実はこれがジャワの方に行きますと、チャンプルナシって言って、お丼にご飯を入れて、その上から外アヤムをバチャってかけちゃうんです。そうですね。日本で言ったらちょっとお茶漬けとか、そんなイメージが、になると思うんですけどね。で、この食べ方をチャンプルナシって言うんです。チャンプルってのは混ぜる。ナシっていうのはご飯って意味なんでね。外アヤムとご飯を混ぜたやつ。それが外アヤムチャンプルナシって食べ方。で、なんでバリでこの食べ方あんましないのかなと思って、まあ、いろいろ聞いて回ったんですよ。バリの人に、ね、外山チャンプルナシって知ってるって言ったら、結構知らないっていう人もいますしね。いや、こういう食べ方なんだよって、まあ、写真なんかを見せたら、ってみんな言うんです。で、やっぱこれ、ダメって聞いたら、行儀が悪いって言うんですね。やっぱこう、ご飯にこう汁をかけて、こう、わーって食べるのは。だから、バリ人はこんな食べ方しないよって言われた。ですのでね、普通のバリ、例えば、ウブドとか、クタとか、スミニャックっていくと、まず、外アヤムっていうと、外とご飯が分かれて出てくる、食べ方になっちゃうわけなんです。ただ、バリの中でも、ジャワ人がたくさん住むエリアがあるんです。日本に言うと、まあ、ジャワ人区っていうかね、ジャワの人たちの区域みたいな。まあ、バリの人はこれを、カンプンジャワとか言うんですけど、そこに行くとこういうチャンプルナシって食べる。で、食べる人たちもたくさんいて。で、今回お邪魔したワルンなんですけど、デンパサールの北を走る、ガトゥー、ジャランガトゥーっていう広い道があるんですね。そのガトゥーにある、外アヤムの結構有名なお店なんです。で、そこはやっぱデンパサールってことでジャワ人も多いってことで、聞いたらもうそこがジャワ式の外アヤムを食べさせるんで、チャンプルナシもあるよってことで行ってきたんです。まあ、実はなんで今回いきなりお店の動画じゃなくてこういう風にしてるかっていうと、録音を失敗しまして、はい。それでちゃんと音が取れてなかったんで、とりあえずこういう形で私の部屋から説明だけさせてもらったという形です。じゃあ、この後実際お店の風景とか、あと、実際その外アヤムチャンプルナシの方の、映像の方もご覧いただきますので、どうぞ、最後までゆっくりとご覧になってください。どうぞ。はい、こちらがお店の中になります。
見てわかる通り、皆さんバリの方ばかりで、外国人観光客は全くおりません。さあ、こちらが外アヤムチャンプルナシです。どうでしょうかね。美味しそうに見えますか。まあ、いろんな具材が入ってますね。はい、こちらが鶏肉なんか入ってて、あと卵ですね。それから野菜とか、中に春雨なんかも入ってるんです。で、一番下にこうやってね、ご飯が入ってます。このご飯の上から外あやむをぶっかけたやつ。これが外あやむチャンプルなしになります。はい、外あやむチャンプルなしの方いただいております。本当にね、なんかお茶漬けを食べてるような感覚ですね。非常に具沢山のお茶漬けだといった感じになります。はい、おじさんが黙々と食べてるという画像です。はい。はい、ごちそうさまでした。完食しました。味なんですけど、チキンスープの方は非常にあっさりしてますのでね、日本人の口にも合うかと思います。で、これじゃ物足りないなって方は、サンバルソースとかケチャップマニスという甘いソースをかけて味を調整していただくこともできます。さあ、今回の料金なんですけど、外あやむチャンプルなしとエステ合わせて25,000ルピア、およそ日本円にして今は210円ぐらいですかね。お腹もいっぱいになりまして、非常にリーズナブルなお食事ということです。はい、ということで、外あやむチャンプルなしをいただいた、動画の方を見ていただきましたけど、いかがだったでしょうか。なかなか美味しそうな食べ方でしょ？絶対ね、日本人はこういうチャンプルなしの方が絶対美味しく食べられると思います。たださっきも言ったように、なかなかバリでこうやってチャンプルなしで食べさせてくれるお店がないんですね。私以前ソロの方に、チューブジャワのソロの方に行った時はやっぱその専門店みたいなね、外あやむチャンプルなしの専門店みたいなのがあって、そこで食べたらもうめらくうまかったと。ね、まあその時の写真も動画も何にもないんですけど、ぜひですね、ジャワとかソロジャカの方に、あとそうですね、まあ、ジョグジャカルタなんかもあると思うんですよね。そういうところに行かれたら、まあ、地元の方に聞いて、外あやむチャンプルなし食べたいんだけどって言えば、あの店いいよって、多分親切なインドネシア人なんで教えてくれると思いますんでね、ぜひ一度、食べてみられたらいいんじゃないかなと。もう間違いなく日本人はこれハマります。もうそれは断言してもいいと思います。ぜひぜひ試してみてください。はい。はい、それでは今回も最後まで動画ご視聴誠にありがとうございました。今回の動画が面白かった、楽しかった、役に立ったよってことでしたら、ぜひともグッドボタン、高評価の方よろしくお願いいたします。それとですね、チャンネル登録の方も何卒よろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。